はい、こんばんは。渋谷区議会議員の橋本ゆきです。夜の雑談配信を始めていきたいと思います。あ、5人入ってきてくれましたね。ありがとうございます。あ、もう10人になる。ありがとうございます。こんばんは。はい、ということで、まあ議会が終わりまして、だから6月の議会って短いんですよね。年に4回議会ってシーズンがあるんですけど、ゆき先生こんばんは。ミスターまさとこさんこんばんは。こんばんは。6月の議会って短いんですよね。2週間ぐらいで終わるんですよ。なんか10月にやる、9月から始まる決算と2月から始まる予算は結構議会が長いんですけど、6月とか12月11月末から始まる議会は結構2週間とかで終わるんですよね。まあ、とはいえ委員会とか視察とか全然あるんで、いつも区役所にいます。結局いつも区役所にいます。こんばんは。いや、そうそうそう、なんか意外と今回の議会でなんていうか、こう話題になったというか、今回の議案の議案に関わる再開発の話とかって意外とみんな知らないんだなって思って。かこんばんは。エルコンドルさんこんばんは。トゥエルブさんこんばんは。中央区議会議員の橋本ゆきです。夜の雑談配信をやってます。渋谷の話をいろいろしていこうと思っております。アリスちゃんこんばんは。ゆきちゃんこんばんは。ゆきさんは会派一人ですか？私は会派ね、8人の会派を組んでます。渋谷を笑顔にする会っていう無所属の議員が集まってる会派で、今の区長の出身会派でもあるんですけど、なんかね面白いんですよ。なんかもともと民主党系だった人が辞めて無所属になってとか、自民党だったけど辞めてとか、なんか本当に私みたいにな人もいるし、新しい党という党から出たけど、諸派から出たけど、まあ、結局離党して今無所属ですとか、まあ、いろんな人が無所属が集まってるんですけど、面白いですよ。なんか8人 で自民党が9人なんですよ。渋谷区議会って自民党9人で、私たちの会派が8人だから、一応第2与党みたいな感じですね。でも面白いですよ。なんか都議選とか、もうすぐ参議院議員選挙だけど、その参議院議員選挙とか都議選とか、みんなバラバラの人を応援するの。選挙が始まるとみんな、じゃみたいな、じゃあ私はどこどこの陣営なんで、じゃみたいな感じで。なんか面白いよ。自由です。こんばんは。アリスちゃんこんばんは。アリスちゃんポスター貼りありがとうございます。ポスター貼りのボランティア一緒にやってくれるということで、ありがとうございます。ちょっとね、画面共有をしたい。ちょっと今ね、ドンって多分ね、画面が出るけど、驚かないで。ドン。あ、意外とちっちゃかった。意外とちっちゃかった。意外とちっちゃい。これさ、ちっちゃいな。ちっちゃくて見づらいな。もうちょっとなんか、大きくならんかね。拡大したいけど、拡大したら、あれなんだろうな。じゃあ、ちょっと、切り取りをちっちゃくし、ああでもそれも違うな。細かいな。書類が細かいな。細かくて見づらいな。読める感じ。22日、あ、ゆうてピッチこんばんは。22日ポスター貼りよろしくね。ありがとうございます。角仙さんこんばんは。字が読めないね。読めないよね。ちっちゃいよね。これちっちゃくで、私がちっちゃくなるか。こんな感じの、こんな感じのっていうか、今説明しますが、私がちっちゃくなの。私がワイプになる。私が、あと、どうなんだ、これが邪魔なの、こんな感じにしとこ。こんな感じにしとこ。紙ベースで作った感じですか？いや、これね、東京建物さんのね、開発のね、資料なんだよ。あ、やっぱ。これこうやってしなきゃいけないわ。なんかね、ちょっとね、どれがね、見やすいかな。まあ、これだな。今さ、ここにさ、渋谷駅があってさ、クロスタワー、光がここかな？光、この辺だ。光がこの辺だ。
で、ここのこの辺を再開発しますよっていうさ議案が出ててさ、あ、これ分かりやすいね。渋谷駅があって、ここにあの何光栄とかがあって、で今この辺をね再開発しますぜって言ってんだよね。こんな感じになるらしい。そう、なんかね、まずね、バスタ、ここにね、バスタみたいなバスターミナルができて、まあ、首都高の出口も近いから、まあ、ここから、なんていうの、インバウンド客とかね、その、地方から来る人とかね、この辺からね、アクセスが容易になりますよっていう、新宿のバスタみたいなのができたりとか、オフィスになったりとか、あとね、国家戦略住宅っていう、なんか外国の方が住む、なんかグローバル人材用のね、なんか住宅ができたりとかね、するんだよね。で、あとね、この辺ね、歩道橋がないとね、移動できない、渡れないんだけど、ちゃんとね、こう、デッキができて、階段とか使わなくても、なんていうか、このアーバンコアっていう、こう、何、縦のさ、エレベーターとかでこう、上がって、デッキで、みたいな、滑らかな、こう、坂道があって、とか、スカイウェイとか。そう、今なんか、こう、階段、登って降りて、登って降りてしないとさ、渋谷の街って行き来しづらいんだけど、こうね、デッキができることでね、こう結構ね歩きやすくなるんだよね。はい、というやつです。ジョーブラディミロビッチクロサワさん、ヤッホーヤッホー、楽しみです、ありがとうございます。こういう、そういうのありなんですね。そういうのあり、そういうのありです。あ、会派の話？そういうのありです。なんかそう、特殊な例でありなの。ね、そう。で、今回のね、区議会ではね、ここにね、今ね、道が通ってるんだけど、ちっちゃいっていうか細い道がここにあるんだけど、ここの道を廃止しますよ。工藤さん。930号かな、ここを廃止しますよ。で、この上にでっかいバスターミナルになりますよ。で、その代わりにここの道がね、なんかね、幅が8メートルくらいなんだけど、まあ、代わりに12メートルくらいにこう広くしてもらいますよって感じ。で、もちろんここにこのデッキができるから、まあ、ここの道がなくなって、まあ、不便っちゃ不便になるかもしれないけど、まあ、この建物の中の移動でね、ここの歩道橋とかがね、こう、使わなくてもこうやって移動できるようになるから、ま、結構便利かなと思います。うん、いやでもこれさ、結構反対する人もいて、地方住みなんですけど東京の情報入れないと浦島太郎状態になってる。レックス渋谷さん、あー、橋本つながりの渋谷の再開発完成、楽しみです、楽しみ。そう、バスタみたいなのができる、できます。そう、バスターミどこから来るのを誘致する感じですか。もちろん空港直結のバスとかも来るから、まあその海外だよね、海外からの方もだし、まあ地方からの高速バスとかもあるかな。うん、新宿バスタみたいな感じだね。で、このようにホテルもありますって感じ。そう、なんか、いや、もちろんなんかね、渋谷のここに、なんの、住んでる人目線からしたらさ、いや、そんなことしなくていいよとか、このままでいいよとかさ、これ以上人呼んでどうすんのみたいな意見はもちろんあると思うんで、あ、ここに書いてあるわ、渋谷駅と国際空港とのアクセスが脆弱って書いてある。そう、バリアフリー動線がないんだよね、歩道橋がなってね。そう、今説明したことがここに書いてあるわ。そうなんだよね。で、ちょっとその結構今日本の優秀な企業もだし、世界の企業もだし、なんかアジアでそういう、なんて言うんだろうな、こう経済を引っ張るような企業が集まるのがみんなシンガポールに行っちゃってて、その超、そのなんて言うの、日本社会として考えた時に、渋谷っていう街ができることってすごい多いのね。やっぱ人が集まる街だし、やっぱ経済の活性化を生む街になっていかないと、みんなでさ、こう
自利品になってくっていうかさ、まあ、みんなのために必要というかってなると、やっぱり海外の方とかを呼んでこう盛り上げていくっていうことをしなきゃいけない、シンガポールに負けていけないよねっていう感じで、こう多分魅力的なね空間を作っていくっていう感じです。電力も十分提供できない後進国に海外から来てくれますように、来てくれますように、本当にだからそういうなんて言うんだろうな、こう見てなんかシンガポールっぽいよね、シンガポールっぽいっていうか、うん、そう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 、次世代イノベーション創出に資するスティーム人材教育育成拠点の整備とかね、やっぱこう人材も育てて、人材にも人材育成にも投資して、もう経済にも投資してって感じですね。で結構そのね防災、その古い建物とかを新しくすることで、まあ、災害防災力を上げるみたいなところもあります。今地方からの高速は新宿が東京駅に行く印象です。そうそうそう、新宿が東京駅なんだよね。そうで、なんか渋谷に来ても、これは今コロナだからこの議論ってもうだいぶ止まってるんだけど、渋谷にせっかく来てもスクランブル交差点でわーって写真撮影して観光客の人は帰るみたいな問題があって、渋谷で結局お金落としてないっていう話もあるから、やっぱ渋谷に留まってもらう。で渋谷にホテル全然ないんだよね。渋谷にやっぱり留まってもらいたい、で渋谷でお金を落としてもらいたいっていう意図もあるかと思います。で防災対応力強化に向けた取り組み、やっぱ防災力ですね。こういう新しいビルが建てることで、で帰宅困難者を受け入れるっていう、やっぱ渋谷住んでる人より昼間来てる人の方が多いんで、その人たちが帰れない、帰宅難民になった時ってもう大パニック間違いなし で、そういう人たちが一時的に滞在できるような場所にもなります。それはやっぱり多分住んでる人にとってもいいことなんじゃないかな。そこで外で混乱が起きてると大変だもんね。そうで、バスターミナルがあるから災害時の物資の輸送とか都市間の輸送とかもできます。渋谷エリアが狭いですからね、新宿や大久保や代々木を飲み込んでますけどそうなんですよね、代々木は渋谷区なんですけどねそう、エリアが渋谷原宿、渋谷原宿かな。あとは今西参道、その今高速道路の西参道高速道路の下のその高架下も今将棋文化を発信する、千駄ヶ谷に将棋会館があるから、その将棋文化を発信する地域な、なんていうのエリアになるように今ねそこも開発しています。だからもしそこが将棋文化の、まあ、なんていうかこう聖地メッカみたいな感じにその高架下の空間がなったら、もしかしたらそこもなんかこう新しいことが起きるかもしれない。そう、あとは環境だね、ヒートアイランド対策で緑化したりとか、あとねいいなって思うのがやっぱね自然エネルギーを利用する形のねなんか建物を作ったりとか、高ジェネレーションシステムっていうね、まあ、建物自体でなんて言うんだろうな、こうエネルギー効率を上げるみたいな感じかな。うん、まあでもどうなんだろう、なんか今のなんかこういうの見るとなんか結局新しい建物ができた方が、新しい建物の方が CO2 排出量が減ってますみたいな感じで言ってるけど、どうなんだろうね、なんか都市を開発するってどうなんだろうね。藤井聡太ブームで実は将棋好きなんだよと公言するの増えてる印象が、そうだね、藤井聡太ブームが大きいと思います、めちゃめちゃ大きいと思います。でもそこの、ね、効果検証は要効果検証って感じだよね。いやでもやっぱ古い建物はやっぱエネルギー効率が悪いのかな。こんな感じになっていきますというお話でした。ほいほい、あとは最近
その実現したというか、去年の9月に議会で提案をした、あの渋谷の10代から渋谷で在住在学在勤の10代から30代の若い人を一緒にした気候変動会議というか、その環境問題に対する政策施策っていうのを、どういうものをアクションを起こしていきましょうかっていうのを協議する協議体を渋谷で作りたいっていう提案を議会でさせていただきまして、それが早速実現して、今そこの渋谷若者なんだっけ気候会議長いんですよ会議の名前が。それの公募が始まってます。古い建物って耐震だと二酸化炭素排出量だったりで攻撃されてる印象が、攻撃なのかな、攻撃なのかな、でもしょうがないと思わない？だってまあやっぱその辺の安全管理っていうか危機管理っていうのはさ、何かあった時のために、何かあった時に取り返しがつかなかったりするわけじゃん。特にそのもろさで言うと、だって現にね、その老朽化した看板の下敷きになってっていう事故もあったじゃない、私の周りでも。この夏はやっぱり打ち水で乗り切るのかな打ち水で乗り切るのかな。でもそれはさ、なんかこれ難しいけど、やっぱできる範囲でですよ。難しいけど、なんかそこの線引きってすごい難しいなって思ってて、もちろん地球大事だし、環境問題についてこう長い、なんていうか取り組んでいかなきゃいけないし、私たちの孫とか、私の孫の世代とか、その孫の世代とかが、なんかこう生きていくためには、まあ、ちょっとずつでもいいから変えていかなきゃって思うけど、思うし、待ったなしだと思うけど、けどなんて言うんだろうな、やっぱ綺麗事じゃみんな乗ってくれないっていう、現実回らないっていうのもあるし、な綺麗事っていうか違うな、なんて言うんだろう、なんか実際それでエアコンつけるのやめましょうとか本当になって、それで熱中症で人が倒れたら、じゃあ今ある人の命と環境対策とどっちが大事なんですかみたいな、すごい極論になるじゃん。だからほどほどにだと思います、本当にできる範囲で。なんかエアコンつけずに打ち水で人が倒れるとか、それは違うと思う私は。お久しぶりです、迷える子羊です。迷える子羊さん、ありがとうございます。迷える子羊さんは、私が高校の時からブログにコメントしてくれてた気がするんですけど、そうですよね私が17歳とかの時から応援してくれてる、ありがとうございます。そう、まあ攻撃と言ってしまうのは、私は銭湯や大衆酒場が好きなのがあります。私も銭湯や大衆酒場大好き。いや、それも本当に難しいよね、本当にそれも難しい問題だと思う。やってこの前もツイッターのスペースでおとたきさんと話してたんですけど、あのカルチャーがなくなってくのは寂しいよねって話をしてて、渋谷のストリートカルチャー、その多様なねストリートカルチャーとか、まあ古くからの居酒屋さんとか銭湯とかがなくなると、なんか街の個性がなくなるじゃない。なんかみんなこう大企業さんがデザインした素敵な建物、ビルがいっぱい建ってってなると、渋谷に来ても同じ風景だし、大阪に行っても同じ風景だし、名古屋に行っても同じ風景だし、なんかニコタマに行っても同じ感じだし、どこの街に行っても同じだなみたいになるのっていいのかね。なんか均質化してるなっていうのはすごく思いますね、なんかその街の良さとかカラーとか個性とかっていうのを、なんかもちろん古い建物は、今の渋谷の再開発もそうだけど、古いものは直していかないと事故につながるし、それはちゃんと手を加えていかなきゃ、延命というかさ、ちゃんとやっていかなきゃ、整備していかなきゃいけない、管理していかなきゃいけないんだけど、その中でなんか
どうやって町らしさを残すのか、もしくは新たに作り出すのかっていうのはすごい課題だなって思いますね。銭湯めっちゃいいですよね。銭湯大好き。笹塚住みなので栄湯っていう銭湯によく行きます。ミクシーの桜ゆきアカウント今でもフォローしてるよ。やばい、あのミクシーどうなってるんだろう。どうなってるんですか今。私のミクシー今どうなってるんですか。渋谷だと藤屋本店が閉店したのは悲しかった。あの雰囲気はなかなかないですよね。藤屋本店、え、藤屋本店って、と調べよう。なんかワインバーとか出てくるけど、それで合ってます？ピザ。なんかあの富士屋本店が復活しましたって出てくる。あ、じゃあ復活したんだ。復活してるみたい。こんばんは、まだ有権者です。こんばんは、カーミティさん。こんばんは、アリーさん今来た。こんばんは。何か新業種で再開したと聞きました。新業種なんだ。もともとは何だったんですか。なんか美味しそうですよ、めっちゃ。富士屋本店、サルシッチャとかある。サルシッチャ、うわー、デザートが充実してる系だ。めっちゃいい。ピザめっちゃ美味しそう。あ、やばい。やばい。めっちゃ美味しそう。飯テロだ。いや、でも本当に今、そのデザインし直してるっていう時期だと思う。その街も2027年目度に多分渋谷の街すっごい多分整理整頓されると思うのね。うん、なんか今工事してるのも一通り終わって、今こう駅をこう上がったり下がったりしないとこうあっち側に行けないみたいな、こう分断、駅での分断みたいなのも解消されて、すごいこう歩いてこうスムーズに動けるようになる渋谷の街は。でそれはやっぱり防災力も上がるし、街に来る人も増やしてくれると思うし、いいと思うけど、いいと思います。だけどなんかどこの街にでもあるなんか表情、街の表情になるのは寂しいとも思いつつ、ゴミ箱増やしてほしい。本当にそうですよね。ゴミ箱とゴミとタバコはもう陳情の数が一番多いじゃないですかね。だけど本当にいたちごっこなんですよね。ゴミ拾ってくれる人いっぱいいる、ゴミ拾いとかいっぱいあるし、ゴミ箱もいろんなコストとか安全性とか担保しておくっていうの、なんか今の技術だと絶対できそうですけどね。渋谷駅今工事してるよね。工事してます。ご迷惑をおかけしております。ねえ、なんかどうしたら増えるんだろうね。なんか私の構想では動くゴミ箱を巡回させたいの。あ、そのペッパーくんみたいな感じでこうゴミ箱がこう街を巡回するみたいな。で必ず見渡すと絶対捨てれるところにいる。巡回しててゴミを回収する拠点に自動で帰ってくる。で変なもの入れられたら絶対に判定するみたいなロボットができたらいいなってすごい思う。でもドローンすら飛ばさせてくれない今の日本では難しいと思うけど、絶対技術的には解決するのに、どうしてそのままに放っておくんでしょう。引っ越して知ったんですが、渋谷家賃が高すぎてファミリー層が住むのは厳しいらしく、小学校とか生徒が減ってるらしいです。そう?あのね、あ、でも小学校によるのか。小学校によりますね。なんか人気の地域だと生徒が増えちゃって、
なんかその特別教室とかを削って教室増やしたりしてます。今道端にレーザー発射装置と設置してゴミを落ちたうちの会社の治安も一緒に解決しそう。私のこうなったらいいなの夢よりもだいぶハードル高いやつ受けましたね。危なすぎるでしょ、絶対危ない。その自動車の自動運転が危ないとかっていうレベルじゃないぐらい危ない。ゴミ箱ないからポイ捨ては増える。そうですね、ゴミ箱は絶対あった方がいいんですよね。ゴミ箱を減らせばゴミが減るというか、処理コストと回収コストとその人件費ですかね、人件費とあとはその治安、だから治安って本当かいって思うけど、なんかテロ対策っていうかありますよね。なんかそのゴミ箱置いとくと中に変なもの入れられても気づきにくいとか。うちの子の学年だけ生徒数すごく多いです。やっぱそういうことあるんですね。なんかなんか公立の学校だとなんかすごいみんな私立に行っちゃうみたいな年とそうじゃない年があったりするみたいですね。井の深さ線と銀座線が相互乗りになるの不可能なのかな。え、でももう銀座線もだいぶ離れちゃいましたからね。有料のゴミ箱はありだと思います。ありだと思うけどそれで今ポイ捨てしてる人が捨ててくれますかねって思いません？なんか今そのゴミをポイ捨てしてるモラルの人ってお金払ってゴミ箱捨ててくれるのかしらって思うんですけど、でも多分それは普通にお金払ってもいいからゴミ捨てたいよっていう人のニーズは解決するなって思います。確かにね、確かに。井の頭線渋駅や西武新宿駅以上に離れ小島になってますよね。京王線ユーザーが乗り換え大変だからと新宿経由に変えてるのも増えてるとか。あー、そうなんだ、そうなんだ。え、でも私井の頭線ユーザーですけど普通に歩きますね。え、でもそうかな、西武新宿の方が大変な気がします。スタバのコーヒーカップを缶のとこに捨てるのは迷惑だと思ってたりする。だってさ、缶のさこの穴がさこれぐらいだとしたらさ、スタバのカップってさ下はさこれぐらいだけどさ上はこれぐらいじゃん。だから捨てるとさ塞ぐんだよね、その綺麗に塞いでくれるのよね。迷惑ですねあれは。いやでも喫煙所は本当にね増やしたいと思ってます。喫煙所は多分路上喫煙、その罰金取るようになって過料を取るようになって本当に目立つところでの路上喫煙本当に減ったけど、でもやっぱり渋谷駅とかすごい目立つところは減ったけど一本路地入ったとこに まだいるし、あと普通に私が住んでる笹塚駅とかその住宅がある方の駅では全然路上喫煙います。まだまだ。でもそれは喫煙所がないからだと思う。外に有料のゴミ箱行き方だったら普通にポイ捨てする人が一時のマスクつけない人レベルで白い目で見られそう。はあ、なるほど、そういう意識改革か。なるほど。え、そうなるかな、なるかな。有料のゴミ箱で捨てるのが本当に常識ってマスクつける時ぐらいなるかな。なったらそれはいいよね。それはだってみんなのさ目がさ厳しくなるっていうのはいいことですよね。それはいいことですね。銀座線渋谷駅は光への真下になったので道玄坂行くなら表参道で半蔵門線乗った方がいいですよね。はあ、なるほど、なるほど、そういう裏技があるんですね。なるほど、なるほど、確かにな。光から
まあそっか。でもわざわざ乗り換えわざわざ乗り換えする方が大変じゃないかな。どうなんだろう。今原宿駅の上り坂のところタバコすごくない？原宿駅の上り坂ってどこ？千駄ヶ谷に向かう方、駅出て竹下口に向かう方。渋谷区の話題ではないけど下北沢地下化したんだよね。あれ？私ね、下北沢めっちゃ近いのにね、全然行かないから分からないんですけど、あのみかん下北ってやつ、あ、そういうことじゃないか、駅が地下化したってことか。確かに踏切とかなくなりましたね。あれ？でも、あ、井の頭線とかはまだあるか。井の頭線は全然地上ですよね。竹下から代々木公園、あそこの喫煙所が全然人が収まってないってこと。ポイ捨てがすごい。あ、じゃあ原宿、え、普通に繁華街の駅前も多いんだな、まだまだ。てか人がまず多いもんね。人が多いし、でもね、本当に新、なんかね、住宅街のね、路上喫煙がね、本当にね、私はね、嫌なんですよね。だって、生活圏だからさ、なんか、子供とかも普通に、通学路とかになってたりするところだから、やっぱちゃんと喫煙所整備してさ、吸いたい人が吸う場所を作らないといけないんじゃないって思いますけどね。渋谷区というか都内の飲食店で禁煙が増えたから、路上の喫煙所に誘導するところもある。あー、お店のね、前にね、なんか置いててね、タバコのね。確かに、なんかあれ私有地だとさ、私有地で吸ってるのはいいから、なんか私有地、一応敷居は私有地またいでて、私有地で路上に向かってふーみたいな人いるんですよ。めっちゃいるんですよ。あれなんとか、あれ本当に意味ない。あの、路上喫煙取り締まってる意味が本当にない、あれに関しては。みかん下北のベトナム料理の店行ってきました。フォー美味しかった。わー、みかん下北行ってみたい、行きたい。なんかさ、その友達が毎日のようにストーリーにみかん下北のランチをあげてくるんですよね。いいなー。こんばんは、ゆきちゃん。あ、こんばんは、ただやのさん。こんばんは。収まってなかった。収まってないよね。私有地でのタバコといえば、秋葉に有名なところあるよね。有名なところがあるんですか？なんだろう。なんだろう。飲食店の分煙化が進んでくると少しは減るのかな。分煙だったら減るかもしれないですね。私は全然分煙ができてるんだったらいいと思うけど、でもまあね、禁煙っていう風に決まったもんね。私吸わないから全然ありがたいけど、吸う人にとってはね、吸う人にとってはって感じですよね。酒飲みながらタバコ吸える店減りましたよね。そうね。いや、でも私吸わないからな、吸う人の気持ちが本当にわからないんですよね。吸う人の、やっぱり吸う人も吸わない人も気持ちいい方がいいと思ってるので、なんか吸う人にとってもいいし、吸わない人にとってもいいっていうのは何かっていうと、やっぱり喫煙所増やして、喫煙所増やして、でしかもそれを見える化する、なんかちゃんとどこに行けば喫煙所があるっていうのを公衆トイレ並みに、なんかこう案内を充実させて、で絶対どこにいても喫煙所がすぐ見つかるぐらいにしてかなきゃいけないのではっ
で持ってるんですけどね。酒飲みながらタバコ吸う。でもタバコ吸う人今どれぐらいいます？この中に。タバコ吸ってる人。服の色とザベルケースが黄色だ。あ、そうです、黄色が好きだから、黄色が好きだから。8の抽選待ちで駐車場タバコだらけになるのねー。そうなんだ、それは決めたいですね。ライブハウスの前でも結構タバコ吸ってる人多い気がする。あー、確かに確かに、ライブハウスの前結構いる気がしますね。パチンコ屋も店内で吸いながら打てなくなりました。あ、そうなんだ。あー、角のタバコ規制に反対。うん、でもまあ屋内の喫煙は基本もう禁止になっていくよね。うん、屋内は原則禁煙になって、タバコは吸わないんだけどバーの中限定で葉巻は吸うかも。かっこいい。かっこいい。一体どんな味、どんな味っていうか、なんか想像がつかない。小屋のあつしさん、禁煙ファシズムと戦う会元代表。ああ、そういう方がいるんですね。あ、でも大学の先輩だ。作家さんなんだ。ググりました。マキアマフィアごっこしてるんで。楽しそうな趣味っすね。楽しそうな。新築の建物って今基本的に喫煙所作らないですしね。喫煙所ない方が設備管理も楽なんですが。あ、そうなんですね。結構なんか渋谷のパルコとかもなんですけど、喫煙所逆に入れてもらってますね。その屋外の喫煙所を確保するのが大変なんで、宮下パークもですけど、そのこういう施設の中のちゃんと管理ができる喫煙所を中に入れてもらって、そこに人を誘導する感じでやってますね。やっぱり声は綺麗。ありがとうございます。嬉しい。その昔にアメリカで禁酒法とかあったけど、過度な規制はいろいろと問題があるのを歴史が証明してるかも。いや、そうですね、そう思います。そう思います。うん、あれ、なんか最近なんかそんな話がなんかのニュースで聞いたような。あ、あれだ、 AV 禁止みたいなやつか。それでこういう議論を最近見たのか。なんかデジョブだなって思ったの。まあね、過度に規制をするとアングラ化するっていう問題があるから、うん、なんかやっぱり表のものとしてしっかりと管理することが吸う人のことも吸わない人のことも守れますよね。うん、例えばタバコが禁止ってなったら、タバコを本当に吸ってしまう人はこっそり吸うから、でタバコは表上禁止ってことになってるから、タバコを吸ってる人の禁煙外来みたいな
その相談窓口とかもなくなるし、いいことないですよ。吸わない人にとっても吸う人にとってもいいことないですよ。うん、そう、違う問題が生まれますからね。うん、それは私もすごい思う。なんかあるものをね、なんかね、完全に禁止できるんだったらいいけど、本当に禁止できるんだったらいいけど、なんかね、なんていうの、なんかパフォーマンス的になんかなしとかってやるのはなんか本当に意味ないし、事態を悪くするだけだなっていうのは思います。酒飲む人は喫煙者を避難しすぎない方がいいなって思ってたら、コロナ禍での飲食店巡るごたごたがありました。うん、ね、何が標的になるか分からないってことですね。はい、ね、あと、そう最後にちょっと今回の議会で区の持ってる施設がの利用できる人って、今まで登録してる特定の団体さん、なんか条件、なんかその代表が区民の人で2分の1以上が区民でとかみたいな、その団体としての要件を満たしてる団体さんで登録してる団体さんだけだったんですけど、利用範囲が例えば区民じゃなくても、区民の団体じゃなくてもいいですよとか、個人でもいいですよ、区民個人でもいいですよとか、その利用の範囲が広がって、今まで利用率が低いところだと 30%、 高いところでも 60% とかだった区を持ってる施設がもっと利用者を拡大するっていう条例改正が今回何問か通ったんですね、可決されたんですね。で、でもっと施設利用しやすくなるし、その施設の予約とかもそのシステムを10月ぐらいに改修するんですけど、めちゃめちゃ使いやすくなるので、それはね、私がこう気になってからずっと言って、予算の要望とかずっとしてたことだから、それは結構区外の人にとってもちょっと関係あるし、いいニュースです。おっ、タバコの話みんな好きっすね。喫煙者です、ルールは守ってます、税金たくさん納めてます、もう少し優しくしてください。いや、そう思いますよね、そう思いますよね、税金も納めてますね。いや、ルール守ってるのは全然いいと思いますよ、そんなでもなんか健康に悪いのは本当だから、なんていう、ほどほどにほどほどに、吸いすぎないように、タバコをいっぱい吸わないように、ストレスをためすぎないようにしてください。楽しむ、お酒も一緒、お酒もタバコも一緒、やりすぎはダメです、やめすぎはダメで、ルールも守る、健全に楽しむのは偉いっていうかいいと思います。そうそう、ワクチンの対応とか渋谷区に住んでてよかったと思いました。なので引っ越してもまた渋谷区にしました。嬉しい、すっごい嬉しいです、そういう、うわー、めっちゃ嬉しい。いや、もう渋谷はもうガンガンその行政サービスの非来庁型サービスって言って、区役所に行かなくても、いや、今回の議会の私の質問で副区長が今年度中に目標はオンラインカバー率 90% って副区長が言ってくれて、 90%、 区の手続きの 90% はオンラインで済むようにするっていう話です。ありがとう、その言葉だけで救われます。いや、すいませんありがとう。そうっていう話なので、結構もろもろ便利になっていくんじゃないかなと思ってます。いや、嬉しいですね。なんか本当になんか区のホームページのなんか予約のシステムとかってなんかすっごいまどろっこしいんですよ。なんかめっちゃページ飛ぶし、
なんか堂々巡りみたいなページを、なんか詳細はこちらみたいなクリックしたら、なんかまたなんか別のページに取って、これこれについてはこちらとか言って、どん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 なんかこうページが、なんていうの、ページが移動数がめっちゃ多くて、本当になんか使いづらかったのが良くなります。ハンコもね、もうあれハンコもいらなくなってません？あ、国レベルってこと？渋谷でハンコ必要なことなんてほとんどないですね、ないですね。うん、渋谷は先頭切っていきたいなと思ってます。この手続きマイナンバーカードでかなり楽になってきたかも。確かにマイナンバーカードめっちゃ便利ですね。なんかスマホで渋谷区の公式 LINE でいろいろ手続きできるんですけど、なんか本人確認もなんかあの自撮マイナンバーの写真送って、その後自撮りでこういろんな角度で自撮りして、それで本人確認済むんですよ。めっちゃ便利です。印鑑もいらないし、税務署とか国の管轄はまだまだ、まあ、そうですね、国はねそんな簡単にいかないですよね。ほら見て、見える？この申請、相談、予約、通報、区政情報、参画、子育て、ゴミ、防災、質問、コロナ関連、こうタップ、こういうボタンがあって、例えば申請、LINE による申請って、こういっぱい出てくる。これすっごい便利じゃないですか。めっちゃ便利ですよね。出生届、出生通知、障害者のための各種サービス、ニコニコママ、いろいろ、これすごい、めっちゃ便利です。僕の住んでる自治体はまだハンコ要求される。じゃあ陳情しましょう。お金かかってるな。そうね、お金かかってると思う。お金かかってると思うけど、ニーズはめちゃめちゃあるから、やっぱりね、みんなから集めたお金はみんながやりたいことに使うっていうのがね、正しい使い方だと思うから、そう、 LINE からやれる、今後使ってください。すごいよ、 LINE からやれるってすごいですよね。めっちゃ便利です。ということで、今夜も雑談に付き合っていただいてありがとうございました。指輪か紙の書類はなくなった、なくなってはないです。まだ全然なくなってはないです。全然なくなってはないけど、ふるさと納税せずに税金を払ってるのは自治体が便利にしてくれてるので、嬉しい、ありがとうございます。そう、渋谷区ふるさと納税で4年間で100億円ぐらい流出してて、辛いですね、ふるさと納税。はい、ということで今日も雑談付き合ってくれてありがとうございました。週1ぐらいでなんかこう雑談しながら、最近の区政のこととか、こういう委員会でこういう報告あったよとか、まあ区のことじゃなくてもなんか政治の話とか社会の話とか、今日もなんかこれで言ったらそういう話をした気がしますが、そんな感じの話をしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ではおやすみなさい。